abbiamo fatto, è stata una buona partita. Ma un nice game ti è rimasto contro una squadra forte. Sì, dai, tieni. Ed è chiaro che poi siamo dispiaciuti per come è andato un po' tutto, no? La partita veramente sintetica, sono particolare. ma quindi c'è questa, diciamo, consapevolezza di star bene, di fare buone partite anche con squadre forti. Ma io e il team di attimo, Zenkai non eravamo solo di そういうチームでやっても圧倒的にやられるっていう負け方をしたわけじゃないですし、この間もすごくチームの状態はいいんだっていうふうに負けた上でもそういうのは示せたと思いますので。quindi non voglio neanche tornare tra virgolette a quello che è stato un po' tutto l'andamento nei particolari。まあそれでもあの先見る必要がありますので、あの試合振り返った上でもう一回あのいろいろと。不満があったことについて話すというところに戻るというよりはもう今先に申し上げた部分、まあ、チームにとって良かったというところを次に繋げるというところだけで、tutti quelli che fanno parte appunto di questo mondo cercare di migliorarsi per fare in modo che le partite siano più belle possibili。あの試合振り返ってもしも触れるとしたら、あのもっと自分たちも勝つためにもっと磨かなきゃいけないところというのが課題として上がりましたし、サッカーを運営するときに選手だけじゃなくて、あの他に関わっている人間も多くいますので、まあ、サッカーに関わる人すべてがもっともっと向上して、ファンの方が本当に楽しいサッカーっていうのを提供できるように頑張りましょうっていうメッセージだけで、もうその部分はまとめて終わりたいです。まあ、devo fare complimenti alla squadra comunque, visto che domenica dopo la partita di quel sabato non sono riuscito per il motivo appunto di non poter parlare, lo faccio oggi perché hanno fatto la partita di cuore, la partita veramente di grande. あのインタビューする機会っていうのもあの与えられなかったので、逆に今回のインタビューのところで選手がすごく素晴らしいゲームっていうのを、あの難しいシチュエーションからあそこまで試合をひっくり返すことはできなかったんですけれども、追い上げて追い上げてっていうところでもう本当にあのハートのある戦い方っていうのをしてくれましたので、試合後に言えなかった分ここで本当に選手たちにいいゲームしてくれてありがとうっていうようなことを伝えておきたいですね。どうしても fare il nostro。あの相手がどうっていうよりも自分たち次第でっていうような戦い方っていうのを作っていかなきゃいけないので。E quindi non è che serve bravo. Se ogni partita noi giochiamo per vincere。なので次につながるっていうよりも一試合一試合立ち向かう中ではその試合勝つためにやらなきゃいけないんですけれども。Possiamo arrivare fino a un punto noi。なのでこの間の広島との試合も勝つために何するべきかっていう準備したことっていうのをグラウンドの中で選手は表現して、勝つためのプレーっていうのをそのまま sempre fare il massimo。準備したサッカーをやってくれたので。Come nell'ultima volta ci sono situazioni che non possiamo controllare。用意した戦い方、そういうのをやるっていうそのスタイルをどうやって用意すればそういうことができるのかっていうのを選手がまたあの準備の部分が良かったかそれでいいと思いますので。Se andiamo a vedere。またあのそういう取り組み方っていうのを繰り返し繰り返しやって。Perché sono tante。あの最終的に結果がどうなるっていうところっていうのはいろんな要素絡んできますけれども、自分たちでできる部分っていうのはちゃんとやれてるのかなと。capire quello che dove ha sbagliato tutti quanti le componenti。その中で試合振り返って、noi per nostri errori, gli altri componenti che fanno le partite per conto proprio。さっきも少し言ったんですけれども、questo calcio possa migliorare。試合の結果につながるっていろんな要素がありますね。その中でまず自分たちがやるべきことっていうのをちゃんとやって、confronto per migliorare。他の人がどうっていう前にまず自分たちがやることっていうのを全部やった上で。perché tutti facciamo parte di questo movimento di questo mondo。でそういうような感覚でサッカーに関わる方はみんなそうやって思ってくれたらなっていうふうに思いますね。la categoria che fa no? perché comunque vediamo tutti i giocatori。本当にあのカテゴリー J2 でプレーしているっていうだけで、選手たちはもう J1 でできる選手が揃ってると思います。anche buon in J1。あの J1 でもただ J1 の選手で、J1 でも十分いいプレーができる。la partita che ha tradizione, che ha storia, una squadra, quindi 伝統もあって歴史もあるチームですし。sicuramente sarà una partita da giocare con grande attenzione。あのしっかりと注意力を。è una squadra forte。絶やさないようにして強いチームとやるんだっていうような準備をしっかりして挑みたいと思ってます。non si sa ancora。まあ確かにちょっと分かんないところありますので、 noi abbiamo qualche dubbio quindi vedremo anche noi qualcosa。 予想がしにくいところありますので、 però questo lo capiremo solo probabilmente prima della partita。 まあ逆にあのある程度こうかなって思ってても、どの試合も試合前まで相手のメンバーってのは分からないので、 tanti giocatori anche loro appunto。 ただその中でたくさん選手がいるっていうところはセレッソの今年の特徴でもあると思いますので、 vediamo。
その中でできるだけの準備をして。hanno varie possibilità e quindi とバリエーションがいっぱいあると思いますので、è difficile oggi capire。あまりもって予想してもちょっと見えてこないので、まあ、どの選手が出るかによって戦術的な部分の変更もあると思うので、向こうも戦い方のそこもそこを予想して準備するのは少し難しいんですけれども。まず先にカップ戦がありますのでカップ天皇杯のことだけ考えてで天皇杯終わったら次リーグ戦があるのでリーグ戦というようにどっちがどっちというのじゃないのでセビランソロペレクペラーレなので天皇杯やった後の2日間しかないところっていうのは試合に向けて何か戦術が準備をするというよりはもうリカバリーのためだけにしか使えないと思うんですけれどもまず目の前の試合というのもずっとやってきてますので今天皇杯だけを考えてしっかりやることを考えてAnche questo, sì. Influenza la scelta. Ma sicuramente loro li useremo, vediamo come. Ma Ftaria, mochino, scout, tomoimas. Per gli altri, vediamo. Qualcuno. Vediamo. Zain de tatakatano tutti bene, molto bene. No, hai delle sentite, no, ma come ha scelto la prossima partita. Però la condizione di chi minna io. Gli attaccanti saranno diversi, quindi anche questo sarà da valutare. Sì, hanno scattato i canali, hai tomoimas. しっかりと直前まで見てから選びたいと思います。まあ18歳のまだ若い選手ですし、17歳のもう一人。cercando di far allenare con noi perché 今日もいますけれども。cerchiamo di metterli piano piano。まあちょっとずつやっぱりただトップチームで練習してそこで満足じゃまずいので、そこからトップチームに上がっていかなきゃいけないので、そういう中で i nostri giovani。そういうふうにベンチに連れて行ってそういうことを経験させて、もちろんいざとなったら使えるっていう状態だったから連れて行ったんですけれども。Vediamo che crescono in allenamento e poi vediamo se sono pronti. 練習でしっかりとアピールして成長も感じたので、ああいうふうにこのやつ連れて行ったんですけど、まあ、確実に一歩一歩成長してもらいたいなというふうに思っています。Bene. ありがとうございました。ありがとうございました。